いで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。すやすや、うう、今日は早く目が覚めちゃったね。まだ誰も起こしに来てないわ。そんな時は推しのツイートをチェックチェック。あ、今日も尊いわ。最近見つけちゃったのよね、あのマスクの人に似てる地下メンズアイドル。やばいやばい、沼にはまらないようにしなくっちゃ。課金は絶対しちゃダメだぞ、クレア。クレア様、クレア様、起きてください。もう起きてるわよ、アキナ。おはよう。クレア様、寝ながらスマホの見すぎは体に毒ですよ。仕方ないじゃない、これは私にとっては目の保養なのよ。早くクレア様にもいいパートナーが見つかるとよろしいですね。そういうアキナは恋愛事情とかどうなの？私は昔結構やんちゃしてたので。え、やんちゃ？どんなの、どんなの聞かせて、アキナ。クレア姫にはまだ早いですよ。さ、早くお着替えして朝食にいたしましょう。はい、わかりました。あれ、クレア姫、ちょっと今声がおかしかったような。でもクレア様ももうご結婚できるご年齢ですものね。そうだよ、私だってもう結婚できる年なんだから、あんまり子供扱いしちゃダメだよ。みんなお待たせ、じゃあ朝食にいたしましょうか。おー、クレアプリンセス、 Today is beautiful。 あれ、もう授業始まってたの？おはよう、はるか。アペレテメルタマロパパ。うん、エイト、それ何語かわかんない。待って、みんなどうしたの？今日の朝食、普通の朝食じゃない。クレア姫がこないだこういった一般家庭に出そうな料理を出したらすごく喜んでいたので、今回も普通の朝食をご用意させていただきましたよ。いいのいいの、これでほら、みんな食べましょう。いただきます。でもあんなに言って全然治らなかったのに、どうしたの？みんな、どういう風の吹き回し？それはやはりクレア姫ももうご結婚できる年齢なんだなと思って。そうなんですよね、クレア様、もしかしたらもう私たちとこうやって一緒に朝食をとることもできなくなるかもしれませんし。あ、そこ何も置いてないじゃんとか、もうそういうツッコミは大丈夫ですよ。クレア様、お相手いい方ならいいですね。え、みんな何言ってるの？なんか私がもうすぐ結婚するみたいな言い方してるけど。あれ、クレア様、お聞きになっていないのですか？今日はクレア様がお見合いすると聞いているのですが。はあ、お見合い？何言ってるのよ。第一、誰とお見合いするのよ。私たちはオーナーからぜひクレアにお見合いさせたいという相手がいるとしか聞いておりませんが。きっとどっかの財閥の御曹司ですよ、クレア姫。やりましたね。おじい様、やってくれたわね。どうせ私に言ったら断られると分かってて勝手に呼んだんだわ。エイト、悪いんだけど丁重にお断りして。しかしオーナー様からのご命令ですし、その相手もまだ見てはいないのですから、一応会ってみてはいかがでしょうか？そうですよ、クレア様、いろんな人と出会った方が経験にもなりますし、もしかしたらクレア様が推している人に似ているかもしれませんし。みんながそこまで言うんだったら。でも本当に会って話すだけだからね、それ以上は何もないんだから。お、噂をすれば来たようですね。では私はお迎えに上がりますので、クレア姫はそこでお待ちください。クレア様、カーテンは閉めさせていただきますね。わざわざこの玉座に座ってカーテン閉める必要ある？私自分でハードル上げてない？第一、向こうが私のことどう思うかわからないじゃん。だって私特別可愛いって思ってないわけじゃないけど、多分可愛いと思うけど。クレア姫、お待たせいたしました。お客人がお見えになりましたよ。うわー、カーテン開けるの私すっごい緊張するんだけど。よし、心を落ち着けて行くわよ。せーの、オープン。クレア姫、お初にお目にかかります。僕はパープル宮殿から来たパープル王子です。どうぞよろしく。くっそー、もろ中二病臭いけどイケメン。執事の麦田と申します。よろしくお願いいたします。クレアです。今日はよろしくお願いします。今日はなんか仕事入ってっかなと。シスター、なんか今日仕事ある？
タケル聞いてこないだ無料の10連ガチャで推しキャラ出たのよ、嬉しいわ。たくシスターまでそういうのにハマってんのかよ、最近みんなそればっかだな。いいからなんか仕事くれよ。あ、そういえばタケルには報告しなくていいことかもしれないけど一応報告しといてあげる。今日クレア姫お見合いしてるらしいわよ。はお見合い、いやあいつだって言って年齢で言えば高校生だろ、早すぎんだろ。ま、あそこのオーナーのことだからちょっとお金持ちの財閥の人と早く結婚させて安定させたいんじゃない。でももしかしてグレア姫のことだから悪い人に捕まっちゃうかもね。別に俺には関係ない話だな。仕事がないんならもう今日はさっさと帰るぜ。じゃあな。マジでどうでもいい、本当にどうでもいいし。クレア姫よかったですね、最初変な人が来たらどうなるかと思いましたが。全くです、パープル王子のような素敵な方に巡り会えてよかった。そんな僕の方こそクレア姫がお写真で見るよりもとても美しい方だからなんだか話すのが緊張してしまうな。いやいやいや、みんな何そのチームワーク、グルなの？もうちょっとアキナ助けてよ。クレア姫、私から見てもこのパープル王子ステータス的になかなかの優良物件ですよ。姫様、うちのパープル王子はいかがですか？そんないかがですかってその物を売るみたいな言い方してるけど、どうしよう。ていうかなんであそこに一個だけあるの？ちょっと気になって見に来ただけだからな。もしかしたら相手が悪いやつかもしれないし、それで仕事につながる可能性だってあるからな。なんだあの王子様みたいな服着やがって、今時あんなやついねえぞ。って俺何やってんだ。ではパープル王子とクレア姫にもっと親密になっていただきたいので一旦私たちは外に出ましょうか。ちょっと二人っきりはいきなり何話したらいいか分かんないじゃん。クレア姫ガンバ、いやガンバじゃないわよアキナ、助けてよ。クレア姫、会ったばかりの初対面なのにいきなりこんなことを言うのはなんだかおこがましいかもしれませんが、僕と結婚してください。はあ、いきなり何言ってんのこの人。いきなり何言ってんだあいつ。お気持ちは嬉しいのですが、まだパープル王子と会ったばかりですし、もう少し知っていきたいなと。そうですよね、すみません、僕少し気持ちが先走ってしまいまして、一旦お手洗いに行かせていただきます。はあ、びっくりした。でも男の人にあんなに真剣に言われたことないから、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけドキッとしちゃったな。おじい様が言った相手だし、それに何より私はこの宮殿を守っていかないといけない立場だから、もしかしたらパープル王子は相手にふさわしいのかもしれないわね。たく、とんでもねえお見合い相手だな。第一、初めて会ったやつにプロポーズするかっての。まったく。お、やべ、ん？そこにいるのはさっきのパープル王子とかやつとその執事か。どうですか王子、クレア姫は落とせそうですか？ああ、任せといてくれ。ああいう経験不足なお姫様はぐいぐい行けば勝手に落ちていくんだよ。ふっ、さすがお姫様キラーのパープル王子、今回もさっさと遺産や財宝を頂戴していきましょう。ああ、パレスのものすべて僕のものにしてやる。ふーん、なるほどな、そういうことだったのか。誰だ貴様。おっと、悪いけど今の会話スマホに録音させてもらったぜ。ふっ、そんなことをしたところで誰も信じないぞ。第一、お前は侵入者だからな、怪しいのはお前だ。さて、それはどうかな。いたわエイト、あそこよ。おっと、早速駆けつけたみたいだから俺は消えるとするか。待て、お前一体何をした？さあな、向こうに聞けば。あなたたちさっき裏で会話していたこと全部聞かせてもらったわよ。何のことですかクレア姫、一体誰と間違えているのですか？とぼけるな、お前たち裏の業界では噂のプリンセスキラーらしいな。たった今オーナーから連絡が来てお見合いは破棄しろと言われたところだ。どうしてそんなに情報がすぐに広まっているんだ。まさかあのマスクのやつ。
あなたたち私を侮辱した罪は重いわよ。くらいなさい、クレア姫のこのツインテールで目先をペチペチするやつ。あ、地味に目先が痛い。ちょっとなんかかすかに当たって痛い。あら、お仕事終わったみたいね。無償のお仕事。別にたまたまパレスに寄ったらそういう奴らがいたってだけだよ。たまたまだよ。へえ、たまたまなんだ。それにしては私に電話してきて早くその録音データをオーナーに送ってくれって言ってたのは誰かな。これでまた仕事が回ってくるかもしれねえだろ。きっとマスクのあの方が助けてくれたんだわ。はあ、今日も寝る前にあの人に似てる地下メンズアイドルの写真見て拝もう。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。